こんにちは、いつもありがとうございます。ワルソネコのコペです。最近ブライスのヘアアレンジを動画で紹介してほしいというリクエストが多かったので、今日はミンティーマジックを使って紹介してみます。今日のアレンジはツイストを使って簡単にアップにする方法です。使う道具の紹介です。まずクシーですね。目の細かいものと粗いもの2種類あると便利です。そしてトレイに出ているのは、そちらの袋に入っているのと同じもの、 U ピンと透明のゴムですね。どちらも100均や量販店で買うことができます。使いやすいようにトレイなどに出しておきましょう。今回は1つのトレイに入れていますが、別々にした方が使いやすい場合が多いと思います。それでは早速ヘアアレンジをしていくのですが、始める前にしておいた方がいいことを2つ。ピアスなどがついていたらまず外しておいてください。アレンジの際に引っかかりやすくなります。あとプルリングの紐を引っ掛けてしまうことがあるので、首に巻きつけた後腕に引っ掛けるなどして固定しておきましょう。それではヘアアレンジを開始します。今回は左右でツイストにするので2つにまず分けます。2つに分ける際に上からジグザグに取っていくと分け目が目立ちにくくなります。髪の長さが膝下ぐらいまである場合は特に気にせず真ん中でバサッと分けてしまっても大丈夫です。後で毛先で隠すことができます。後ろ姿を取るなどの理由がない限りは特に気にしなくてもいいことではあります。手で掴んでみた時、大体同じぐらいの量になっていれば OK です。厳密に半分である必要はありません。後でアレンジする方は軽くゴムで束ねておきます。今束ねなかった方の髪からアレンジを開始します。今回はスタンドに立てて作業をしていますが、どうしても固定できずにグラグラしてしまうのでやりにくいです。一人で作業をする場合は太ももでボディを挟んで固定すると作業がやりやすいです。事前に十分ブラッシングはしていますが、ここまでの作業で多少髪の乱れもありますので、クシを入れながら作業をしていきます。ツイストにする際は髪を2つに分けるのですが、前と後ろ半分ずつで分けるようなイメージで分けてください。後ろの髪を前の髪に交差させることを繰り返してツイストが出来上がっていきます。最初の交差の時に後ろの髪が浮いてしまいやすいので、よく口を通しましょう。軽く交差してみて、その時浮きが出るようであればもう一度口を通してみてください。ツイストの交差の作業をする位置ですが、耳が隠れるぐらいの位置でやっていくと後で調整が効きやすいことが多いです。次に交差する毛に飛び出しなどがあったら、その都度櫛を入れながら交差していきます。髪を交差して櫛を通すの繰り返しでツイストが出来上がっていきます。髪がストレートの子の場合、最初の櫛同士以外櫛が必要ない場合もよくあります。だいぶ毛先近くまでツイストができてきました。そろそろ透明ゴムで留めていきましょう。ゴムで固定ができました。この段階でちょっと後頭部に当ててみたりしてアレンジの感じを見てみるのもいいですね。今回は後で留めやすいようにもう一箇所ゴムで留めておきます。今ゴムで留めたツイストですが、手を離すと軽く緩みます。
でも後でもう一回巻き直せば元に戻りますし、この緩い状態でアレンジをするのも楽しいです。それでは最初に仮止めしたゴムをほどいて逆側の紙をアレンジしていきましょう。先ほどと同じように串を入れて前後に分けます。そして先ほどと同じく前の紙に交差させるために前に向けて串を入れていきます。巻きの方向が正面から見て左右対称になる方が綺麗なことが多いです。さっき右巻きをしたから次は左巻きなどと考えているとよくわからなくなってしまうので、後ろの紙を前に持ってくると覚えておくとやりやすいと思います。一つ目の紙の交差で綺麗さがあらかた決まってしまいますので、最初の串入れは納得がいくまでやってください。今回はシンプルなツイストでアレンジをしていますが、同じようなことを三つ編みでやることも可能です。こちらも毛先の方までツイストができましたので、ゴムで留めていきましょう。先ほどと同じように2箇所留めます。もっと髪が長いドールの場合、この2箇所目を留める必要がない場合も多いです。なんとなく当ててみて完成イメージが出来上がったら、後頭部で留めていく作業になります。今回はピアスが見える位置ぐらいをめがけて固定していきます。このぐらいの位置かな。ここからは U ピンで固定していくようになります。普段は正面から髪の出方を見たまま後頭部を留めていくのですが、今日は後ろに返して見ていくことにしましょう。ツイストをアップにして U ピンで固定していきます。だいたい3本ぐらいあれば止まります。先ほど2箇所ゴムで留めた真ん中の部分の紙を固定していくようにすればしっかり留まりやすいです。差し込む U ピンは右に向けて、左に向けて、上に向けてなど方向をそれぞれ変えていきましょう。ピンを同じ方向ばかりに打ち込むと外れやすくなります。様子を見ながらピンを打ち込む位置も変えていきましょう。無事左半分が固定できました。残り半分も固定していきましょう。正面から見た時の髪の出方が大きく変わるといけないので、正面から時々チェックしながらやった方がいいです。これぐらいの位置かな。先ほどと同じように U ピンで固定していきます。
これも先ほどと同じですが、U ピンを差し入れる方向がそれぞれ変わるように刺していきましょう。もう少し髪の長いドールの場合、後頭部をもう少し隠すアレンジができることがあります。それはまた後日やってみましょう。止めているところが見えるのが嫌な場合は、市販のバレッタなどで止めるのも有効です。またオリジナルの髪留めなどを作るのも綺麗ですね。無事両方の髪の固定が完了しました。ピンが浮いてしまっていることがあるので再度確認して、前髪を整えてあげれば完成です。無事アレンジが完成しました。浴衣などに合わせてかんざしなどでアレンジするのも可愛いですね。今回はツイストで髪をアップにする簡単なアレンジ方法を紹介しました。最後までお付き合いくださりありがとうございました。